山本周五郎作三年目一の一。どなたです？そう言って覗いた顔を見て、友吉はまごついた。家を間違えたのかと思って、慌てて左右を見回したが、間違えるはずはなかった。ここに角太郎という職人がいたはずなんですが、引っ越しでもしたんでしょうか？さあ、角太郎さんね。四重絡みの実弟な男だった。聞いたことのねえなだが、おとよ、おめえ角太郎さんって人を知ってるか？そんな人は知らないね。障子の向こうでめんどくさそうな声がした。あしどもはこの3月に移ってきたんだが、その前には吉兵衛という同業の担ぎ呉服がいましてね。その男は1年ばかりここにいましたよ。そうっすか。そりゃどうも、とんだお邪魔をいたしました。友吉はとぼんとした気持ちで路地を出た。旅がっぱにわらじばきで番傘をさしている。そのちぐはぐな格好をそっくり映したような気持ちだった。箱根を越すときからぶっ続けの雨は、江戸ではもう半月以上になるという。7月20日だというのに、合わせを着てもいいほどの冷え方であった。どうしたんだ、格のやつ。京橋8丁目の裏町。暮れかかる道の上は、足の甲を起こすほど雨水が溜まっていた。いくら頼りをしねえ約束だって、引っ越し先ぐらい知らせてよこさねえ方があるか。どこへ越しやがったんだろう。友吉は下打ちをしながらつぶやいた。張り詰めてきた気持ちが一時に崩れて、けじめのつかない、がっかりした頭の芯に、ふと、お菊の美しい目が、大きく描き出された。よう、トモさんじゃねえか？え？やっぱりおめえか。どうしたい？風呂帰りであろう。浴衣に平抜けで手ぬぐいを持った37、8の男が、傘を傾けながらやってくる。トモ吉にとっては、親方筋にあたる、大工の棟梁の息子で、二太郎という道楽者だった。ああ、これは、堀の若棟梁でございましたか。ずいぶん久しぶりの対面じゃねえか。なんだか髪型言っていたってが、今帰ってきたのかい？ええ、まだこんな格好なんで。そうかい。それでおめえ、これから核のところ行くつもりなんだろうが、かくはいねえぜ。若取りはご存知っすか？かくはおめえ、お菊さんと夫婦になって、2年前に元のところは引っ越しまった。なんでも、今は深川あたりにいるってこったぜ。かくが、お菊さんと？友吉は、足が震えるのを感じた。二太郎はふと、往来仲だということに気づいた様子で、どうだ、友さん。久しぶりで会ったんだ。どこかで浴衣にでも着替えて、一口付き合わねえか？どっちにしてもその格好じゃしようがあるめえ。いい家があるぜ。ありがとうござんすが。お菊と角太郎が、夫婦になったという、友吉にとっては信じられないことであったが、今、現に家を訪ねて、スカを食ったばかりなので、もしやという鋭い疑いが胸へ突き上げてきた。それで彼は二太郎と付き合う気になった。詳しいことが聞けるだろう。そう思ったのである。桜橋の貸し淵に川うというちょっと名の売れた小料理屋がある。二太郎は馴染みと見えていい顔だった。そこで友吉は旅自宅を脱ぎ、
ざっと風呂を浴びて、さっぱりした体に浴衣を引っ掛け、堀の見える2階の小座敷で、仁太郎と杯を取り合った。先帝、トマさん。おめどうして上方へなんぞ出かけてったんだね。調子を2本、ほろっと来始めたところで、仁太郎が話を誘い出した。日に、指紋目稼ぐ職人は、100人にしとると言われてる。おめえはその100人にしとるの稼ぎ手だ。そいつが、広田屋の亡くなるのと一緒に、ふいっと上方行ったのは、わけがあるだろう。ええ。それにはちょいっと、身の恥を話さなくちゃならねえんですが。おっと、杯はおかねえことにしよう。実は、こうなんです。仁太郎の言う通り、友吉はいい職人だった。五郎兵衛町の、広田屋伊兵衛という大工のもとで、子飼いからずば抜けた腕を発揮し、17歳の時には、すでに一人前の手間取りになっていた。広田屋は、当時左前で、友吉とその弟分の角太郎という二人しか職人を持っていなかったが、伊兵衛は友吉を一人娘のお菊の婿にして、やがて広田屋を盛り返そうと考えていた。一の二。ところが、三年前の春、伊兵衛は不審場で大怪我をしたのが元で、ついに儚いことになってしまった。そしてその臨終に、お菊と友吉と夫婦になって、もう一度広田屋の名を盛り返してくれと遺言したが、さらにそれへ付け加えて、だが、それには友吉に頼みがある。と苦しい息の下から言った。友吉はいい職人だ。けれどもたった一つの傷は手慰みをする。おめえは隠していたつもりだろうが、おらは知っていた。場合が場合だけに、友吉は合口を胸へ突っ込まれたような気がした。事実、彼はその二三年来、密かに博打場へ出入りしていたのだ。お願いだ、友吉。叱るんじゃねえ。死んでゆく異兵が心からのお願いだ。どうか今日限り、サイコロは捨ててくれ。あっしゃはその時泣きました。友吉はぐっと酒を煽った。そうです。泣いて、親方に約束しました。この場限り、博打はやめます。二度とサイコロに手は触れませんと。広田屋はさぞ喜んだろう。喜んでくれやした。そして、その晩に亡くなったんです。あっしは親方の喜んで、死んだ顔を見て、こいつは性根を入れ替える時だと思いやした。それで、上方へ立つ決心をしたんです。それはまたどうしてだね？悪仲間のいる江戸から離れて、さっぱりとサイコロの汚れを洗ってきたかったんです。三年も足を抜きゃ仲間とも縁が切れる。それから、新規巻き直しに始めるつもりでした。そうだったのか。そんな入り組んだわけがあったのかい。仁太郎は、友吉の杯に酒を継いだ。とっぷり暮れた窓の外は、依然として、めいるような雨の音だった。それで何か？その時、お菊さんとのことはどうなってたんだね？広田屋がご存知のようなわけですから、一時店を畳んだ上、八丁堀の角太郎の家へ、足の蹴るまで預かってもらったんです。すると、その留守の間に、角とお菊さんができちまってたんだな。ひでえ野郎があるもんだ。おめえが上方へ立ってから半年も死ねうちのこったぜ。
そいつは本当の子でしょうか。大菊さんは評判の小町娘だったから、噂も相当派手だった。恥をかくのが嫌でなかったら、誰にでも聞いてみねえ。丸投げに行ったら、大菊さんが買い物に出歩く姿はあだなもんだったぜ。友吉は二三杯煽りつけた。びしょびしょと小闇もなく降る雨の音が、ささくれだった神経にイライラと響く。二人はどこにいますって？友吉が突っかかるように聞いた。よくは知らねえが、深川の方で見かけたものがあるって話だ。さすがに大川のこっちには住めなかったんだろう。自然、うちの建場には客は来ねえから。赤棟梁、酔ってもようござんすか？よかったら、どこかへ繰り込もう。いえ、それには及びません。友吉の目は、粘るような光を帯びていた。茅場町の山崎屋という宿の2階で、友吉はその明くる朝を迎えた。二太郎は自分の家へわらじを脱げと進めた。そうすれば、堀一家の兄分として、今後の面倒を見ようという。だが、友吉は断って別れた。先のことなんかどうなろうと構わない気持ちだった。久しく飲まなかったところへ、深酒で、頭の芯が割れるように痛かった。運ばれた飯には、手をつける気もなく、窓からぼんやり、今日も降り続く雨の街を見ていると、やはり考えは一つことに落ちていった。そんなはずはねえ。いくら考えても信じられなかった。信じられない後から、しかし疑いはしつこく湧き上がってくる。次から次へといろいろな場面が空想される。それは全く、身の震える空想だった。いけねえ。こんなことを一人で考えていたってしようがねえ。誰を探すのが先だ。探し出して確かめてから残った。なあに、深川がどれほど広いもんか、きっと探し出してやる。友吉は、向かい酒を煽ってから宿を出た。大川の水は茶色に濁って、ほとんど岸に溢れかかっていた。新大橋には、身の笠をつけた人々が大勢出て、通行人の制限をやっていた。橋が落ちそうだというのである。実のところ、渡ってゆく友吉の足の下で、橋はブルブルと身震いをしていた。今夜の揚げ潮が危ねえぞ。矢倉下から先は、どまい水がついてるそうだ。水見に来たらしい人々の間に、そんな言葉が交わされていた。降り続く雨で、本所深川一帯は、もう四五日前から、洪水の危険に迫られていたのである。友吉はそんなことを聞きながら、橋を渡った。二の一。夕方の、道潮が危ないと言われていたのに、その夜は、かえって水が低くなった。こういう長雨の時には、決して大水にはならねえもんだ。そう言って経験を語る老人もいた。しかし、新大橋は、暮れ方に通行を止められてしまった。永代橋はまだ渡れたが、友吉はそのまま深川で宿を取った。一日中歩き回って、濡れて疲れて、体はボロ切れのようにクタクタだったが、気持ちは逆に鋭くなるばかりで、飲んで寝たにもかかわらず、朝まで眠れなかった。その明くる日も一日無駄に終わった。大工建て場とか、棟梁の家々を訪ね回ったが、角太郎らしいものは
どこでも探し当たらなかった。雨にぬれ、水の溢れた道を虚しく戻りながら、友吉の心はますます棘を持ち始めた。ふん、惨めなざま、どうだ。自分で自分を罵った。やりきれない気持ちだった。昨日の宿へ帰ろうとして、八幡前まで来たとき、小料理の軒あんどんを見つけた友吉は、誘われるようにその軒をくぐった。水の不安で客もないらしい、ひっそりした奥から出てきた女が、いらっしゃいまし、と言った途端に、あらま珍しい、友さんじゃありませんか？薄化粧をした顔を、驚きでいっぱいにした女。友吉にはちょっと思い出せなかった。お忘れになったの？薄情な人ね。五郎兵衛町のお棚の裏にいた、お米ですよ。ああ、あの、お米ちゃん。ようやく思い出したのね。ま、とにかくどうぞ、お二階にしましょうね。ゆっくりしてらしていいんでしょ？珍しいのと不思議の立て続けで、あまりいい好みではない二階の小座敷へ案内した女は、酒魚を運ぶ間も惜しそうに話しかける。広田屋の裏長屋にいた船八百屋の娘で、ちょっと器量が良かったのと、誰とでも気軽に冗談を言う明るい性質から、一時は界隈の若者たちに随分騒がれたこともあった。私にもいただかしてよ。女は催促するように杯を差し出した。この頃くんち、水騒ぎでお客はまったりなの。すっかり腐ってたところだ。おなじみがいに今夜は酔わせてもらっていいでしょ？別に尺はしねえから、勝手にやってくんな。ご挨拶だこと。でも、ともさんは昔からそうだったわ。人がやきもきしているのに、いつだってそっぽを向いて、どこを風が吹くかという顔だったわね。今考えても憎らしいわ。なんで、変なところで嬉しがらせを言うぜ。あの自分はおいらなんざ見向きもしなかったくせに。嘘にもそんなこと言わないでちょうだい。私がトモさんがどんなに思っていたか、ちゃんと知ってたはずじゃありませんか。へえ、そいつは初耳だな。とぼけたってダメよ。いつか、キネヤさんの土蔵の裏で、私を泣かせたこと忘れたの？四五杯立て続けの酒で、女はもう少し酔った様子だった。言われてみればそんなこともあった。こっちは点でそんな気持ちはなかったので、素振りや目混ぜで心を通わせようとする娘を、ただうるさいとばかり思っていたが、いつか町内のキネヤという質屋の土蔵裏で、お米が恋文を渡そうとしたとき、一本木から手厳しくたしなめたことがある。いいわ。その時、お米は泣きながら言った。トモさんに嫌われたらおしまいよ。私もダメな女になってやるわ。あの時私、本当に狂わいでも身を振っちまおうかと思ったのよ。混ぜてたのね。あの時私は16だった。トモさんが18ね。二つ違いは縁がないって言うけれど、本当だったわ。あれから間もなく引っ越したようだったが、ここにはいつ頃から来ていたんだ？この家へ来たのはつい先月よ。ずいぶん苦労したわ。お父さんもお母さんも死んだし、今ではカンガラスの一輪っきりで気楽だけれど、その代わり何の張り合いもありゃしない。この頃は昔のことばかり考えているのよ。あら、喋っていてすっかりお酌忘れた。ごめんなさい。そいつはもう空だぜ。おや、ほんと。
こんなのってあるかしら。お米は笑いながら立っていったが、戻ってくるといきなり。自分の話で夢中だったけど、ともさん。と大きな目をしていった。あなたの方は一体どうしたの？私は、ともさんがお菊さんと夫婦になって、ひろたやさんの後を取るんだって聞いていたのに、あれは噂だけだったのかい？どうしてそんなことを聞くんだ？だって、お菊さんが角太郎さんとご夫婦になってるんだもの。私びっくりさせられたわよ。二の二。おめえ。友吉はぐっと自分を抑えながら。あの二人が、夫婦になったのを知ってるのか？私は、こんな影をしているので、恥ずかしいからまだ口は聞かないけれど、二人で、八幡様の裏に所帯を持っていますよ。八幡様の裏って言うと？この先を左へ曲がっていけばすぐの大きなイチョウの木があって、その路地の奥、狭いけれど二階作りでちょっと粋な家だわ。友吉は酔いが覚めてきた。それで煽るように飲んだ。もうお米の話も耳に入らず、飛び出したい気持ちを抑えるのが精一杯であった。やはり本当だったんだ。ざまあ見ろという声が頭の芯で何度も聞こえた。三年前の春が思い出される。上方へ立つ友吉を鮫洲まで送ってきた角太郎は、いよいよ別れるという時になると、愚直な顔に涙を浮かべて、兄、お菊さんは確かに預かった。どんなことがあっても、兄貴の帰るまでは大切に預かっている。どうか、安心して行ってくんな。そう言って、泣き笑いをした。角太郎は、友吉より、一つ上の23だった。腕も達者という方ではなく、男ぶりもパッとしない。ただ、愚直で、間違いのない仕事をするだけが取り柄であった。どんなことがあっても大切に預かっている。そういった時の、いかにも実意のありそうな泣き笑いが、友吉には今帰って長老するように思い出されてきた。畜生、あの顔で騙しやがったか。雨の町へ出た時、友吉の心はもうズタズタになっていた。そして、四五軒行った町並みに、古道具屋があるのを見つけると、ふらふらと店へ入って、合口を一本買った。中川の水門が壊れたそうだぜ。もういけねえ。須崎の波よけも崩れて、入船町あたりは水が床へついたそうだ。道を行く人声は、さっきから物々しくざわついていた。その付近も低いところには水が来ていた。暮れ方の鈍い光を映して、どこからどう押してくるとも知れず、じりじりと目に見えぬ速度で次第に盛り上がってゆく水の姿は、まるで生き物のような根強い力を持っていた。荷車へ家財道具を積んで逃げる者が幾組も通った。大きな包みを背負って女房をせき立ててゆく者もあった。また一方では、大丈夫だ。暗影の水の時もここは作らなかったんだ。今は揚げ潮だからこんなだが、見ていねえ。もう一時もすれば引いちまうに決まってるから。そう言って、木早に逃げ出すのを笑っている人々もある。古くから住んでいる人たちは、皆その組だった。友吉は水を踏んでいった。教えられた大井町のところで、右へ入る路地がある。懐から手ぬぐいを出して放火無理をした。はしょった裾をきっちり帯へ挟んで、合口はいつでも抜けるように左のたもとへ入れた。路地の中はくるぶしを浸す水で、もうどぶ板が浮いている。逃げ支度をしている家もあり、畳を上げている家もあった。友吉はその騒ぎを遠い国のことのように聞きながら、半ば夢中で二階屋の前まで来ていた。
障子に日が差していた。声は聞こえないが、何か片付けているらしい物音がする。荷物を運び上げてでもいるのか、時々2階の窓の障子へ人影が差し、階段を上がり下りする気配がした。友吉は格子戸を開けた。ごめんください。ごめんください。賀来さんはお宅ですか？はい。という返事が2階でして、足早に降りてきたものがある。友吉は、明かりを避けるようにしてじっと見ていた。降りてきたのはお菊だった。あの時が18。だからもう21の、すっかり成熟した女になっている。きっちりと帯に締められた腰のくびれも、浴衣の胸の弾力のある膨らみも、たすきをかけてあらわになった二の腕の白さも、女の盛りの魅力が匂うようである。友吉の目は鋭く、お吉の髪が丸曲げなどを凝視していた。どうなった？船里さんからですか？うちはまだ帰ってきませんが、何か？と、覗く花へ。友吉は、濡れ足のまま、ずいと上がって、宝冠を取った。お菊は、不審そうに友吉を見た。そして、誰だかということがわかり、相手の目の猛々しい光を見ると、あ、お前は！愕然と叫びながら、たじたじと後ろへよろめいた。友吉は襲いかかるように飛び込んで、女の右手をぐいと掴みながら、友吉だ！驚いたか？と、歯の間から絞り出すように言った。3-1。友さん、何をするの？女は本能的に危険を感じた。待っとくれ。これには訳があるのよ。どれに訳があるんだ？この丸投げにか？あれ、誰か！女のあげる悲鳴が、友吉をけしかけた。うるせえ！ジタバタしても落ち着かねえぞ！力任せに引き据えると、手に当たった腰紐で女を後ろ手に縛り、手ぬぐいでがっちりと猿器をかませた。女は大きく見開いた目で、祈るように友吉の目を見上げていた。よくも、よくもおいらを騙しやがった。こんなこととは知らねえから、おいらは髪型で3年、一口の酒も飲まず稼いでいたぞ。広田屋の名を盛り立てるにも、二人で所帯を持つにも、先立つものは金だ。おしろいの匂いも嗅がず、食べてえものも我慢して、3年の間貯めた金が30両。腕一本で稼ぐには、血の滲む苦労をしてきたんだ。それを、帰ってみりゃこのざまだ。てめえたちは二人で、さぞこの俺を笑いんさにしていただろう。おいらも自分で自分がおかしいや。おかしくってたまらねえや。友吉は、引きつったように笑い出した。てめえたちが、目音になったと聞いても、ここへ来るまでは信用ができなかった。これを、うちはまだ切らねえ。抜け抜けと言いやがったな。これ見よがしの丸曲げを目の前へ晒しやがったな。それでやっと騙されたことに気がついたほど、おいらは間抜けの金看板だ。古いセリフだが、重ねておいて四つにするんだ。死んだ親方も、こいつは勘弁してくださるだろう。二人一緒にするのを慈悲だと思え。友吉はそれだけ言うと、お菊を抱え上げて、次の前行き、空いている戸棚の中へ押し込んで、襖を閉めた。お菊は、されるままになっていた。路地には、急に人声が高くなった。おお、いけねえ。下駄が浮き出したぜ。ジンベエさん、おめえ逃げねえのか？こいつは並大抵の水じゃなさそうだぜ。蓬莱橋が渡れたってさ。お前さん、早くその荷物を持って出ておいで。そういう声に入り混じって、ザブザブと水の中を歩く音が聞こえた。どうやら膝あたりまで浸かってきたらしい。
鋭い赤子の泣き声が起こり、どこかで犬が悲しげに吠えた。友吉は台所へ行ってみた。酔いが覚めそうで、何とも言いようのない酸っぱい悲しさと怒りと悔しさが胸を締め付ける。炭の方に一升どっくりがあるのを見つけた。振ってみると半分方残っていた。それを避けて六畳へ戻ると、いきなりとっくりへ口をつけて煽った。かくさん、かくさん。二三軒先から誰かが呼んだ。いねえのかい、かくさん。おかみさん。もうダメだぜ。今のうちに逃げねえと手遅れになるぜ。おかしいな。いねえのかな。かくさん、おきくさんたら。女の声も聞こえた。友吉はひょいっと冷笑した。それからまた酒を煽りつけた。味も何もわからない。ただ喉をごくごくと冷たく落ちてゆくのが心よかった。路地打ちの騒ぎはいつか遠のいていた。ただどこかで人の呼び交わす切迫した声だけが、刻々に近づきつつある大きな危険を感じさせた。とっくりがほとんど空になりかかったとき、友吉はひょいっと聞き耳を立てた。ザブザブと水音が近づいてくる。おきく、おきくと呼ぶ声が聞こえる。友吉はとっくりを投げ出して、片手を左のたもとへ入れながら、片膝を立てた。格子が開いて水音をさせながら、誰か土間へ入ってきた。おきく、どうした？いねえのか？いるから上がってこい。友吉が叫んだ。誰だ？船沢の吉さんか？そう言いながら上がってきたのは、ぬれネズミのようになった角太郎であった。彼は人違いをした様子で、吉さん、落ち着いてじゃいけねえ。船はそこまで引いてきてあるんだ。おきくは？言いかけてプッと口をつぐんだが、角太郎は聞こえるほど息を引きながら、お、おめえは兄、兄か？俺だ、友吉だよ。いつ帰ってきた？そんなことはどっちでもいいや。オイラの顔を見たからにゃ、てめえ、覚悟はいいだろうな。兄、うるせえ。てめえのような畜生に、兄と呼ばれる覚えはね。待ってくれ、兄。おめえまさかお菊さんを。言いかけて、角太郎はタットの横に、二階へ駆け上った。三の二。風呂敷包みにした荷物が三つ四つ。安頓の光にわびしく照らされている。人まっきりの二階には、求める女の姿はなかった。おきくさん。うめくように叫ぶ後ろから、追って上がった友吉がたーっと体当たりをくれた。兄、待ってくれ。礼をあげるな。話があるんだ。角太郎は友吉より力があった。話せば分かってもらえるんだ。こうするより他にしようがなかったんだ。待ってくれ。まだ言いやがるか、ちゃしょ。ともすれば反対にねじ伏せられそうになる。友吉はギラッと合い口も抜いた。お、危ねえ。角太郎は飛びのく拍子に包みへ足をかけてたっとのけさまに倒れる。友吉はそいつへ体ごと組みついた。角太郎は視力を出して友吉の右手をつかみ、合口を自分の体の下へ押し込んだ。そしてほとんど畳を噛むようにして、兄、おめえと悲しげに叫んだ。おめえ、三年前、サメズで、おいらの言ったことを忘れたのか。今さら何を言いやがる。あの時の約束を忘れたのか、兄。ほら、覚えてるぜ。おめえは忘れたかもしれねえが、言ったほら、覚えてるぜ。振り仰いだ目からは涙が溢れていた。あの時の目だった。
あの時と同じ愚直な顔だった。とんちも言えず、シャレを聞いてもわからない、愚直一方の角太郎の顔だった。どんな弁解も信じられなくなっていた友吉だったが、その目とその言葉には、思わず水を浴びたようにハッとした。ほら、言ったはずだ。たとえどんなことがあっても、お菊さんは大切に預かっているって。はに、おら、人間がどんだからヘマをやらねえとは言わねえ。けれども、はにとした約束だけは守ってきたぜ。そんならなぜ、お菊と夫婦になった。頼りにしねえで、なぜ家を引っ越した。お菊に丸投げを言わせて、なぜおいらを世間の笑い者にしたんだ。それはみんな、堀の若棟梁のためなんだ。なんだ？堀の二太郎がどうしたと？若棟梁が、お菊さんを目掛けにしようとしたんだ。兄は立った後に知らなかろうが、亡くなった親方は、堀に借金があった。その金を稼に、どうでもお菊さんを目掛けに出せと言うんだ。友吉は、殴りつけられたように思った。兄が帰ってきて、広田屋を盛り返すためには、堀一家と喧嘩はできねえ。しょうがねえから、お菊さんと相談の上、二人が夫婦になったと見せることにしたんだ。俺はどんだから、それより他には知恵がなかった。兄さえ帰ってくりゃどうにかなる。そう思ってしたんだ。引っ越したのを知らせなかったのも、おめえに心配をかけたくねえからだ。おいらも、お菊さんも、影勢も据えて待っていたんだぜ。友吉は低くうめきながら起き上がった。そうか。あの二太郎が元か。持っていた合口を投げ出すと、いきなり友吉は階段へ飛んでいった。いつそんなに出たものか、水はもう階段を六分型いたしていた。友吉はくるくると裸になって、その水の中へ飛び込んだ。畳が浮き、タンスが浮いていた。友吉は夢中で戸棚の見当を探した。狭い家の中なのに、水で浸かると、まるで見当が狂う。二度まで息をつきに、水面へ浮かんだが、三度目にやっと襖へ手がかかった。生きていてくれ、お菊。友吉は水の中で襖を蹴破った。それから手を伸ばして、お菊の腕と思えるところを掴んだ。けれどもう息が詰まって、胸が引き裂けそうだった。脳がくらんできた。お菊、お菊、ダメだ。友吉は、息を吐くためにもう一度水面へ浮いた。そうしてすでに水が天井とすれすれまで上がっているのを知った。兄、兄！角太郎の狂気のような声を聞きながら、よたび潜った。神の加護か、侵入する水の力で、お菊の体が戸棚から押し出されていた。友吉は夢中で抱え込むと、流れる造作の間をかき分けながら、階段口の方へ泳いで行った。かく、兄、手を貸せ、お菊さんだ。角太郎の手へお菊を渡すと、気の緩みで友吉はずぶりと水の中へ沈んだ。しかしすぐに階段へ捕まって、肩で息を吐きながら二階へ這い上がった。角太郎は、合口を拾ってお菊の縄目を切り離した。友吉はすり寄って、お菊の肌へ手を差し入れた。ぬくみがあった。角太郎が手早く包みを解いて、ちりめん浴衣を一枚取り出した。友吉は目をつむって、お菊の濡れた着物を取り替えた。それから包みの一つを引き寄せ、その上にお菊をうつむけに寝かして、力いっぱい背中を叩きながら。お菊、お菊、お菊。と懸命に呼び続けた。角太郎はその間に屋根へ飛び出して。兄、おいら船を持ってくるぜ。表の糸へ繋いでおいたんだ。もしあれが流されていたら、すまねえが俺たちは。すまねえな、俺だ。見てきてくれ。じゃあ、わかってくれたんだね、兄。
角太郎は振り返って泣き笑いをした。ほら、どんな生まれつきだ。兄にどんな心配をかけちまってすまねえ。勘弁してくんな。白、生きるも死ぬも三人一緒だ。おいらのバカを笑ってくれ。ほら。泣き笑いを残したまま、角太郎は屋根伝いに飛んでいった。その時、お菊が水を吐いた。閉めた。ぐいぐいと溝落ちのところを手で揉むようにしながら、なおも背中を叩くうちに、二度三度とおびただしく吐いたが、やがて低くうめき声を上げながら、起き上がろうとする様子を見せた。お菊、気がついたか？友吉だ。わかるか？おいら友吉だ。友吉だぜ。抱き起こす手、お菊は力の抜けた自分の手をそっと絡んだ。濡れて髪のように白い顔へにっと微笑が浮かんだ。友さん。何もかもわかった、お菊。おいらはバカだった。堪忍してくれ。お菊の手が弱々しく友吉の指を握った。大きく見開いた目からはほろっと涙が落ちて、むせび上げるような声で言った。友さんが、私をあんなところへ入れたまま忘れたりして、ダメよ。お菊、私、怖かった。半分は、泣き声だった。そして懸命に笑おうとしたが、たまりかねて、いきなり友吉にすがりつきながら、叫ぶように言った。待ってたのよ、友さん。わーっと泣くお菊の手を、無言の謝罪を込めて、友吉は握りしめた。すり寄せた頬と頬、二人の涙の温かさが、二人の間にあった三年の月日をいっぺんに取り戻した。窓の外へ角太郎の漕ぐ船のロートが近づいてきた。天明元年7月22日の夜のことであった。山本周五郎作三年目全文読み切り書室、雄弁、昭和16年8月号より。第一章。では、私どもの仇討ちは理にかなっておらぬと申されるか。いかにも、そうだ。しかとさようか。くどいことを。若い武士は、パッと全ボケって立つ、と真っ向から抜き縁に切りつけた。中年の武士は、いながらに体をかわして、刃をくぐる。こしゃくな！火花の散るような体当たり。そこで座の者が総立ち、両方に分かれて二人を抱き止めた。村上討ち、待たれい、待たれい。牢石でござるぞ。赤羽殿、まず、まず。刀を奪い取られた若い武士、村上総六は、蒼白な表に、感触筋をキリキリと立て、喘ぎながら、抱かれた腕の中で絶叫する。あまりに、あまりに両害な言い分だ。利比を正してくだされ。このままでは、私一分が立ちません。こちらでは、中年の武士、白川弥門。呼吸も変えず、冷たい表に頸部の色をほのめかして立つ。彼は、流行り狂う村上を尻目に、うそぶいた。利比は特に分妙だ。自分が立たねば、立つようにしたがよい。ほし、その言葉をお忘れあるな。文化六年、正月十日の夜、小笠原家門の、江戸爪画廊、矢田部信濃赤坂榎坂の屋敷において、
十日正月の祝宴半ばに起こった事件である。では白川弥門の言う理にかなわぬ仇討ちとは何を指すか。一昨年の春、つまり文化4年の3月20日の夜のこと、麻布飯倉にある家老寺跡他の義太夫の屋敷で花月の宴が張られ、十数名の客が招かれたが、席上を馬回り役300石をはむ村上総左衛門が、お何度50石の若侍柳川和助のために斬られた。総左衛門は当年辰の50歳、馬回りを務めていたが、槍が達者で師範の腕を持っていた。生来剛直をもって誇りとし、激しい剛情家、しかも非常に自尊心が強い。往来で犬が吠えついたというので飼い主の家まで押しかけて行き、武士の対面がどうのこうのと断じつけた男である。その上彼は酒癖がある。酔うとまず家柄の自慢が際限もなく広げられる。そもそも村上の家たるや大館三代の後衛高司節家の知り得にしてと。それが終わると自分の祖母術の講釈だ。誰にも口を入れることを許さぬ。もし異論でも挟んだらことだ。こういう性格の彼が人に好かれるはずはない。範疇誰一人として村上一家と交際する者がない。皆かかずらわない。しかし彼はそんなことを苦にする男でなかった。集会と言わず荘園と言わずどしどし行く。招待を受けようが受けまいがお構いなし。こっちから押しかけていって、やあごめんこうむる、平日の気晴らしには良きお招きじゃ、やれと、それから好きなだけ酒を飲んで、そもそも村上の家たるやである。しかしついにそれが破滅の陰をなす日が来たのであった。文化4年3月20日の夜、他の義太夫の荘園に出かけていった総左衛門は信仰に近く、瀕死の重傷を受けたまま3名の同僚を付き添いで千葉片門前の家に担ぎ込まれた。事の顛末書に家老他の義太夫殿ほか同座の者連署で役向きへ願いでござるが、柳川和助と些細な口論にて総左衛門殿より抜刀、仲裁の者立つ間もなく和助も抜き連れ、ついにかかる結果と相なりました。和助は座より直ちに蓄電追跡させましたが、行方相分からずという口上である。妻八重、長男宗太、次男宗六は驚愕してなすところを知らなかった。和助の蓄電行方不明は表面の口実である。日頃から好感を持たれていなかった総左衛門、しかも顛末書によるとその世も例によって家柄自慢、僧術の講釈、人も投げなる振る舞い、ついに決起の和助が堪忍の尾を切ったのである。したがって同席の者の同情は若い柳川和助に集まった。皆はその場から路用の金子、旅支度等を揃えて彼を落としてやったのである。父は撃たれた、敵は蓄電した。当然兄弟は仇討ちに出なければならぬ。がさて、彼らがいよいよ仇討ちに出るという段になると、
藩内に表立ってではないが非難の声が起こった。村上兄弟が仇討ちに出るとは理に合わぬ。総左衛門が討たれたは非分あってのことだ。口論を巻いたも先に抜刀したも総左衛門だ。柳川和助がこれに応じたのはやむを得なかったことだ。また別な一派では言っていた。なあに、元来が自慢なは家柄ばかりで通った村上の家だ。親父は強がりで死んだが、小せがれどもは臆病ゆえ、仇討ちなどはようすまい。兄弟は必死の覚悟で仇討ちに出た。そして三月の後に駿府城下で仇を討ち、柳川和助の首および証拠の品々を携えて戻ってきた。兄弟の仇討ちは主君の認むるところとなった。村上家は食禄相違なく、長男宗太が跡目を継いで事件は収まったのである。ところが意外なことが始まった。宗太にはすでに役婚の女があった。馬回り同役250石米村八田七の娘さよ、当時18歳である。ところが兄弟が仇討ちから帰って半年後、八田七は仲人役を務める家老次席他の義太夫を通じて、娘義近年とかく気分優れず、到底お約束に耐えませぬゆえ、恐縮ながら役婚の義は破談に願いたくと早くを申し込んできた。宗太は陰銀に、健康が優れぬからとあれば両三年婚礼を延期してもよいと返事をしたが、それでは養女をする娘の気も休まらぬからと、相手はきっぱり早くを要求した。今はどうにも致し方がない。これが範疇のものの村上一家から乖離する口火となった。兄弟は卑怯にも病床に言う書きもできぬ和助を打ったのだそうな。こんな噂がだんだん露骨に家中に広まっていった。親が理不尽なれば子もまたそうだ。仇討ち面は片腹痛い。そうして一人去り二人去り、ついには村上兄弟は全く博士監視のうちに孤立してしまったのである。しかも健康が思わしくないからと早くを申し込んだ米村八田七の娘さよは、破談の後半年にいて耐え貸したのであった。第二章。兄上、残念だ。宗六は兄の部屋へ入るとそう叫びながら男泣きに泣いた。どうしたのだ。漫才の中で恥辱を受けた。私どもの仇討ちは理にかなっておらぬというのだ。無法に人を斬ったと言われたのだ。宗太は思わず胸に手をやった。今日まで危うくも触れずに来た痛手を無駄と指先でかきむしられたように感じたのである。相手は。宗太の声は低く鋭かった。白川やも一人か。大村孫太郎、石田八左衛門、そればかりではない。他の者も皆、あちゅう誰一人私のために口を聞く者はない。わかった、その後を言うな。宗太は手を振って弟の言葉を遮ったが、宗六は押し返して叫ぶ。いや、私は言う。私たちはなぜこんなにのけ者にされるのだ。私たちは父を撃たれた。父の撃たれたのは父が悪かったからかもしれん。
ご家老殿もそう証拠立てられておるから。だが、それではなぜ、皆は私たち兄弟を仇討ちに追いやったか。ご主君はなぜ仇討ちの許可をしたのだ。もし父が非分あって切られたのであるなら、なぜ皆は私たちを仇討ちに行かねばならぬように仕向けたのだ。やめい。めめしい愚痴は聞きたくもない。いや、やめぬ。言うだけは言う。兄上もそうだ。米村や太七の人も投げな振る舞いをなぜたまっている。体が優れぬからと無理やりに兄上との婚約を破断しておきながら、面当てがましく半年も経たぬうちに小夜殿は嫁に行ったではないか。総六、やめぬか。宗太は押さえつけるように叫んだ。母上のお耳に入ったら何とする。それでなくてもこの頃は世を背も暮らされておる。だから言うのだ。それは皆我々兄弟が卑屈に世を渡っているゆえではないか。私たち一家はまるで日陰者のように世を渡っている。今日まではあざけられても蔑まれても黙って忍んできた。それは兄上も知らるる通りだ。しかし私はもう我慢が切れた。我々が正しいか彼らが正しいか思い知らせてやる。兄宗太は黙って弟から背いた。襖の陰では母親が息を殺して聞いていた。第三章、ぼしょぼしょと雨の降る晩である。ごめんくだされ、ごめんくだされ。白川弥右衛の家の表にこう言って訪れる声がした。弥右衛は甥の松本洋三郎と碁を囲んでいた。羊の下国である。どなた。下男が出る。弥右衛殿に御家隊村上宗太でござる。弥右衛は取り次ぎを聞いて掴んでいた石を取り落とした。カチリという寒い音。お通し申せ。ただいまご囲みをいたしおるゆえ失礼はごめんこむるとな。村上宗太が案内されてくる。色の青白い病身な男。体は痩せて長く目の身が鋭い。刀を左手に下げてずいと部屋に通る。今少しで一曲終わります。どうぞしばらく。宗太は軽く会釈を返して座した。ぼしょぼしょという雨の音が続いている。洋三郎、老媒いたすな。ここが危ういぞ。弥門は静かに笑いながら盤面を刺す。パチリという音。長い沈黙。そりゃまたおじの勝ちじゃ。やがてそう言って弥門は碁盤を押し合った。改めて茶を銘じ菓子を進め、三人心よくこれを吸って後、洋三郎を別間に退けた。雨の中といい、世に行ってお尋ねは何か至急の御用でも。されば。宗太はぐっと膝を寄せる。昨日、我が弟めが貴殿にご無礼を申し上げしと、とりあえずそのお詫びやら何やら。おお、これは何を言われることか。また。と宗太の瞳はきらりと輝いた。その節貴殿が仰せくだされたお言葉の主意も受けたまわりたくな。主意。さよう。貴殿、私兄弟の仇討ちも
理不尽な仕方と仰せられましたと。無論そう仰せられるは貴殿お一人ではござらん。私それもよく承知いたしおります。しかし万座の中で明らかにそう仰せられては、私兄弟とてもご周囲を受けたまらねばなりません。それは貴殿もお分かりくださろうな。申し上げよう。やもんはしばらく沈黙して低くうめくように言った。わしはそう申した。して事実お見方の仇討ちは理不尽でござるよ。惣左衛門殿の果てられたは全くご自身の招かれた災いでござった。わしも同座した一人、ことの始終は解くと見ております。では何故ご主君は私兄弟に仇討ちのお許しくだされましたか。ご主君も軽々にお引き合い申すは慎まれい。やもんは息を引いて黙った。御身方が仇討ちをせねばならなかったのは事実でござろう。手天狗を撃たれたのだから。しかし御身方の仇討ちが理にかなっておらぬのも事実だ。わかりました。ソータは低く言って刀を引き寄せた。お命を頂戴つかまつります。何？ソータは抜いた。ヤモンはとっさに飛び去ってしょぼとぼを構える。ボショボショという雨の音。よっ、やっ。そしてずしりと人の倒れる響き。下男と甥の松本洋三郎の馳せつけた時、首のないヤモンの屍が紅に染まって倒れていた。第四章。ボショボショという雨の音。ごめんくだされ、ごめんくだされ。馬回り役米村八田七の屋敷の門をこう言って訪れる者がある。どなたでござる。ご主人に御意得たい。手前村上宗太でござる。八田七は部屋で所見をしていた。鬢髪の白い初老の男、癇癪の強そうな赤ら顔、取り次ぎの者を振り返った。村上宗太という名に眉を寄せたが、客前お通し申せと命じた。主客は軽く会釈を交わして相対した。ご拍子ばかりの沈黙。なんぞ下級の御用かな。されば。宗太はじっと目を相手に注ぎながら低く鋭く言う。受けたまわりたき義がござってな。してもちろんこう申せばお分かりのはずと存ずる。さよ殿の婚約破談お申し越しの言葉によれば、さよ殿健康優れずとあった。両三年お待ちつかまつると申し上げたれど、それでは養女を全うからずとて、で早くをお迫りでござった。しかる半年ぼいです。さよ殿は他家へ貸されたと。あまりのなされ方、その心得が受けたまわりたいとな。早く愛すむ上はおみけとそれがしけとは何のゆかりもないはず。八田七は不況下に言い放った。今更となって苦情がましい義は見苦しいことだ。やめられい。貴殿から修身の道教えはいただかん。宗太はついと寄る。この度のお扱いについては貴殿もとよりそのお覚悟あるはず。それとも
村上一家の者は撃たれてもただ大まいて去る犬とのみ思われたか。こやつ強断か。はたれ、お命をちょぼだいつかまつる。うん、声とともにざぼけって八田七は立つ。投げしの槍に手がかかる。途端に祖母田が飛び込んだ。ひょっ、すしる、ぼしょぼしょという雨の音。物音に驚いて家人のはせつけた時、槍を片手にした首のない八田七の屍が虚しい部屋に倒れていた。第五章。兄上か。総六、無事か。かすり傷を負ったが大したことではない。あなたは無事だ。これを見ろ。重たげに下げていた風呂敷包みを見せた。私も。総六も同じような荷物を下げている。彼は石田八左衛門、大村孫太郎両名を打ってきたのだ。闇の中、二人は寂しく笑顔を交わした。冬とは思えぬ密かな雨は降り続いて止まぬ。二人は黙って雨の中を歩いていった。第六章。ごめんくだされ、ごめんくだされ。赤坂えのき坂にある小笠原家の家老を八田部信濃の屋敷の裏門に訪れる声がした。八千部ながら大事につき、ご家老に御意得たい。村上そぼた兄弟でござる。しばらくお待ちも。取り次ぎの者は奥へ去る。総六は傘をすぼめて体にかかった雨の雫を払いながら、左手の肘の縛った傷を見せた。そうして微笑んだ。どうぞこちらへ。再び現れた取り次ぎの者はこう言って兄弟を導いた。庭に面した広間、食台が三基、薄暗く部屋の中を照らしている。兄弟はずっと通って座した。茶菓が運ばれた。兄弟は静かに茶をすすり、菓子をつまんだ。お待たせつかまつりました。ただいま主人お目にかかりまする。そう言って用人が挨拶をした。そうして信濃が出てきた。いや、そのまま。信濃は兄弟の座を滑ろうとするのを制して座についた。挨拶は後といたしまして、何か大事の儀でご入来のよし、それをまず受けたまわりましょう。あ、宗太は弟に目配せする。兄弟の者は持参の風呂敷包みを開く。四個の手球が現れた。宗太はそれをずいと信濃の前に並べた。とくとご見分を。さすがに信濃の顔色が変わる。白川やもん、米村八田七、大村孫太郎、石田八左衛門、余命の首でござる。私兄弟意地割って打ち果たしました。重たい沈黙。ぼしょぼしょと雨の音は絶えない。母子をどうなさる。母は昨夜自害して相果てました。私兄弟家に引き取りおります。余命の者の遺族、もし仇討ちの望みなどござらば、心よく立ち会う所存。お含みおきくだされ。お気の毒だ。信濃の声は涙を含んでいた。
本身方のお心はわかる。辛いことだ。武家の情は、の。ごめんなされ。宗太は礼をして首を押し包んだ。宗太は自分たちの陥った苦境、母の自害、そして自分たちの決心などを語ろうと思ってきたのである。が、相手は特にそれを察しているようであった。今となっては何も申し上げることはござりません。ご推察。兄弟は家老屋敷を引き上げた。第七章。文化六年、正月十二日の朝である。村上兄弟は四個の首級を母の亡骸の枕辺に備えて、名残の酒を酌み交わし、かいがいしく身支度をして、売っての来るのを待っていた。この時分、六人の若侍が、海添えの武士数名と共に、芝片門前の村上邸へと向かっていた。白川屋門の甥、松本洋三郎、米村八田七の祖父八太郎、同じく八五郎、大村孫太郎の弟、源次郎、石田八左衛門の子、三夜、弟御左衛門、海添えの武士は目付役の差し使わした者、いずれも着込みをつけ、足ごしらえ身支度も整え、祖母術の達者、師範役の瀬川古太夫貢献として、粛々と進んだ。兄上、来たようでござる。よし、お前は裏手へ向かえ。俺は表を引き受けよう。必ず卑怯に振る舞うな。私たちの望みはこの瞬間にある。潔くやれ。しかと。兄弟は手を握り合った。お互いの目がしっかりと結びついた。バリバリ、みじい。表裏同時に門を押し破る音。村上そぼた兄弟、出会え。ほう。二人は、二棒立ちになって迎えた。せくな。瀬川古太夫は、皆を制した。医師を名乗ってかかれ。卑怯の振る舞いはあるな。石田八左衛門の子三夜、父の仇、覚悟。来い。宗太は落ち着いて構える。米村八田七の子八太郎、父の仇、覚悟。来い。宗六は兄と背を合わせて八太郎に対した。宗頭は四半時、打っ手に向かった六人はことごとく重傷。しかし皆急所を外してある。宗六も宗太も、かなりな敵図である。二人は血沼の中にべったりと座る。はっぱれな働きであった。貢献として付き添ってきた瀬川古太夫が言った。目付衆も始終を見届けられたぞ。何か言い置くことはないか。宗太が顔を上げた。藩の人たちに告げられたい。宗太の震え声が叫んだ。ご覧のごとく、この人々の傷は皆、急所を外してござる。お手当てくださらば必ず蘇生するはず。この人々が再び元の体になられたとき、さて、藩の方々はこれをどうお扱いなさるかとな。ただ、母が気の毒でござったよ。八幡、その趣、しかと受けたまわった。わらを召され、解釈つかまつる。ここし、
かたじけなを存ずる。兄弟は自陣、瀬川小太夫がこれを解釈した。要塞見聞録という写本に見えた仇討ち後日譚の抜き書きである。その後は知らぬ。山本周五郎作、草太兄弟の悲劇。書室、日本婚、日本婚。昭和3年7月号より。